前は、大乗仏教の一派である禅宗の略、もしくは、サンスクリット語のディアーナの音社、全名の略である。また座禅、座禅の略としての意もある。本校では宗派についての禅宗について述べる。禅宗は、南インド出身で、中国に渡った、ダルマ像、ボーディダルマを外し、座禅、座禅を、基本的な修行形態とする。ただし、 座禅そのものは古くから仏教の基本的実践の重要な特目で、あ、座禅を中心に行う仏教集団が禅宗と呼称され始めたのは中国の東大末期からである。こうして宗派として確立されるとその起源を求める声が高まり、遡って書祖とされたのがダルマである。それゆえ歴史上のダルマによる直接的な著作は存在が認められていない。 伝承上のだるまのもたらしたとする禅は、武派仏教における禅とは異なり、両義大乗の禅である。中国禅は、唐から宋にかけて発展し、征服王朝である元においても勢力は、健在だったが、明の時代に入ると衰退していった。日本に純粋な禅宗が伝えられたのは、鎌倉時代の初め頃であり、室町時代に幕府の庇護の下で、 日本仏教の一つとして発展した。明治一新以降は、鈴木大説により、日本の禅が世界に伝えられた。日本においては、座禅修行を主とする仏教宗派が禅宗と総称されることが多い。これに対して、臨済宗14派と大幕宗からなる臨済宗、大幕宗連合各派合議所と、相当収集無長は2019年、 中学校の歴史教科書について、個々の宗派名を書かず、全宗と一括りにする記述を改めるよう申し入れた。全は、サンスクリットの、ディアーナ、パーリ語では、ジャーナの恩者、あるいは恩者である全ナの略である。他に大縁な、餅や、ジアナの恩者もある。他のわけに、死于、宗、聖寮、浄利よ、クク、ク悪、苦読リン、ネンオサム。 善の字は元来、天や山川を祭る、天じて、天主が位を譲る、禅状という意味であった。これに、心の働きを集中させるという語尺を与えて、善となし、心を静かにして動揺させないという語尺を与えて、低都し禅状とする語義が作られた。ただし禅なの意味では、成長が表彰から巨彰に変わっており、現代北京語では加えて、聖母も変わって、シャンに対し、 ちゃんになっている。経本、修密の著書、禅言書先週途上には、禅の根元は仏性にあるとし、仏性を悟るのが知恵であり、知恵を修するのが定めであり、禅なはこれを合わせて言うとある。また、ダルマが伝えた修士のみが、真実の禅なに相応するから、禅宗と名付けた、ともある。類似の概念として、三枚、サンスクリット、がある。 善やあるいは帝という概念は、インドにその起源を持ち、それが指す瞑想体験は、仏教が成立した時から、重要な意義が与えられていた。五魂だった、釈迦も禅上によって、悟りを開いたとされ、武派仏教においては三角の会、ただし、絵の一つとして、また、大乗仏教においては六腹蜜、伏せ、自戒、ニンニク、精進禅上、知恵の一つとして、 仏道修行に欠かせないものと考えられてきた。禅がを現代語で俗には訳すると瞑想となる。ちなみに用が、も訳すれば瞑想とされるが、本来は心を調御して統一に導くことを言う。瞑想は動作を言葉で説明することができるが、禅は不流文字、口述を強調するため、瞑想と禅は区別される。座禅を組むこと、あるいは参禅すること。 善賀は、仏性の存在を前提に座禅することを言う。そのため座禅と同じ姿勢でも、仏性を前提としないものは、禅賀とは言えず、単なる瞑想であるとして区別する。禅宗は、不流文字を原則とする。不流文字とは、文字、言葉の上には、真実の仏法がないということで、仏祖の言葉は、解釈によって、いかようにも変わってしまうという意味であり。 言語の持つ欠陥に対する注意である。そのため禅宗では、中心的教典を立てず、教義別伝を原則とするため、詩詩総称を重視し、そのための臨機応変な維心伝心の方便など、種々の特徴を持つ宗派である。禅宗での血脈奏章を法師と呼ぶ。釈迦以降の法師は次のように伝えている。釈迦迦章は何でしょう。 名はおさむうばきくたひさげたかからいよいよ釈迦から、ばあ、すみつたマイナスブーツだ。なんだい、ふくみつたたいは、りつしついましめ、ひさなよるしゃ、あなさとりていかひまらなかあらつじゅな、かなだいばらふらたたいそう、なんだいがあやしゃたはとまらたとよるたばあ、おさむばんとうまだらつるろくなししぼだいばあしゃかく、たたいふじょみつたマイナスはんにゃたら、ぼだいだるままははあかあしゃぱ、 マカカショウはバラモン階級出身の弟子で、釈迦の法師とされる、法の継承者。年下美少と言われている伝説が、壮大の禅石、無門石に伝わる。二十八祖母ディダルマ、母大ダ,ダルマ、南インド出身が中国に入り、禅の教えを伝えたとされる。ダルマは、中国禅の子祖となった。中国禅の歴史は、慶徳伝登録等の文献にある、禅が、 中国で実際に禅宗として確立したのは、東山訪問と呼ばれた四祖道信、580年から651年、五祖公認、601年から674年以降。初期の法師は次のように伝えられる。五提ダルマ、人口絵画館地僧マイナス大道信、四祖大万公認、五祖、大館、絵の。五祖公認には、弟子筆頭の新宗。 六百六年から七百六年、その弟弟,弟子の能、六百三十八年から七百十三年、という、優れた二人がいた。新州は、修行を通じて徐々にご得する、前後を基範としたのに対して、江能は、一足飛びにご得する、トンゴを胸とする違いはあったが、共に、前州の不況に尽力した。やがて新州は、側天武功に招かれ、楽葉へ入って、 破格の待遇を受け、新州の死後も一派は、東大提出や、官人の庇護と指示を得た。すると江ノの,の弟子の家宅信会、六百八十四年から七百五十八年、が、新州の協議を、北州と呼んで批判したため、東山訪問派は、北州と彼らの南州に分裂してしまう。しかし南州は、指示を得ることができず一時は、落葉から追放されてしまうが、 755五五年に、始まる安史の乱に最終離帳、土帳を売る、制度進言して、祝操の信頼を得ると、洛陽への復活を、果たして徐々に新人を集め始め、新州に変わり、絵のを六祖に定めた。神会は、洛陽の家宅寺に拠点を置いたため、南州は、笠は高市とも呼ばれたが、762年に神会が、没すると求心力を失った。 845年、海庄5年、武装による海庄の廃物で徹底した弾圧を受け、落葉内の南北州は廃絶してしまう。しかし、南州の奉仕を受けた多くの前僧たちが、翌年の武帝の死後も活躍し、東大から総大にかけて、後に五家七僧と呼ばれるまでに流盛した。現在に伝わるすべての前僧はここから派生したと、されている。なお、チベト。 一晩で行われたインド仏教と中国仏教の修論であるサムイエ寺テラの修論において、カマラシーラ、レンゲ怪盗と対峙した中国禅僧、マハアヤーナは、北州のものであったと言われている。また、神州の弟子であった、不弱の弟子同盟によって、北州は日本へも伝えられている。六祖大師法だから断行。六祖断行は、神会が六祖への王を掲げて説いた。 新しい座禅と禅状の定義とされる。これをもとに、後の中国禅宗は確立、発展した。さらに、慶徳伝統録に載せる、絵能の,の弟子の南学絵百677年から744年、とさらにその弟子の場所同一、709年から788年の逸話によって、座禅に対する禅宗の姿勢が明らかとなる。この部分に、 中国禅宗の要定が尽くされているが、伝統的な仏教の瞑想から大きく飛躍していることがわかる。また一方に、禅宗は、社会時代の教説を誹謗するものだ、と非難する者がいるのも無理ないことである。しかし、これはあくまでも般若パラミツの実践を思想以前の根本から追求した真摯な仏教であり、東代から宋代にかけて禅宗が交流を極めたのも、事実である。 半日パラミツは、死願、悲願といった二項対立的なサトシを超越することを意味するが、瞑想による超越ということでなく、中国禅の祖師たちは、新年の起こらぬところ、すなわち、概念の分節以前のところに帰ることを目指したのである。だから、その活動の中での対話の記録、禅語録、は、日常のロゴスの立場で読むと意味が通らないのである。 中国では老子を回祖とする道教との交流が多かったと思われ、老子の教えと中国禅の共通点は多い。知識を中心とした、それまでの中国の仏教に対して、知識と瞑想による前後でなく、トンゴを目標とした仏教として禅は中国で大きな発展を見た。また、禅宗では、悟りの伝達である伝統が重んじられ、師匠から弟子へと法が継がれていった。 やがて、北総大になると、方言分益が提唱した五家の観念が一般化して、五家、五州が成立した。さらに、臨済集中から、横領派と容疑派の勢力が伸長し、五家と肩を並べるまでになり、この二杯を含めて五家七州という概念が生まれた。さらに禅は、もはや禅僧のみの占有物ではなかった。禅本来の持つ、能動性により、 社会との交渉を積極的に働きかけた。よって、教団の枠組みを超え、朱子学、陽明学といった、儒教哲学や、漢詩などの文学、水墨による、山水画や、庭園造流などの美術などの、様々な文化的な事象に、広範な影響を与えた。絵能以降の、主な奉仕の系統は、以下の通り、太字は、五花、七層臨済宗、 異業宗、雲門宗、総統宗、方言宗を、五家、全宗五家と呼称し、臨在宗から分かれた、王領派と容疑派を合わせて、七宗と呼称する。それらを併称して五家七宗と呼称する。万頭の臨在義元を衆宗とするが、東末五代においては、河北に地盤を置いた、臨在宗は、義元の門弟賛成年、教科、あり進む以後、 その修風はさほど振るわなかった。あり進む系統の難易へ、風穴延べ沼らが一部でその法等を継承するに、過ぎなかった。北総大になって、延べ沼の弟子の首山小年門家の奮用義明、高江本玉木、関門大武佐都市といった前勝が排出して、一気に修風が振るうようになった。義明門下に、関宗祖窓か、牢や絵画が出、 祖縁門下からは容疑派の容疑方、会、横領派の横領へ難が出て、その一門が中国全土を制覇することとなった。元の高峰玄妙は、その修風を、通会という言葉で表現している。遺産礼優、行産栄守を創とする。この系統も十国の茨南や南東を中心として、強制を張ったが、その後は、次第に衰退し、 宋代にまで伝わることがなかった。元の高峰玄明は、その修風を、金言という言葉で表現している。雲門文苑を祖とする。文苑門下のを林清縁、銅山守る初、徳山沿密など多くの春鉄が出て、東松に一大勢力を形成し、五大松より北宋にかけて、流星を極めた。宋代には、清縁の系統から現れた。 節長十県、文章を系統等の仏日系過が活躍した。十県文下には天意義地下が出た。その後も仏印領元や大培法栄らの全称を排出し、臨在中と共に最も高まさを極めたが、南宋以後は次第に衰え、現代にはその法が型へ、二百四年で滅びることとなった。元の高峰玄妙はその修風を 孔子という言葉で表現している。万頭の銅山領海を祖とする。領海、宗山本尺の系統は、五代十国の茨南や南東に修正を張ったが、全体的にはあまり修正は振るわなかった。本尺門下の宗山里志霞、雲井道洋門下の道安道比、祖山、京妃都市門下の森国森清志、清林氏、 剣文家の赤門孔をおさむらの活躍が見られる程度で、ある。北総大になっても、あまり修正は振るわなかったが、投げこぎ青が出て、中高を果たした。その修風は、不要、同会、短歌隅子厚氏に継承された。同会は、起草皇帝からのシとト死の歌詞を拒絶して、衆、三島将に流罪となり、災い転じて、服となり、それが下北に、 相当宗が拡大する契機となった。南相代には、古、厚氏の下から、高知小学、新血清資料が出て、木正前と呼ばれる修風を維持したが、その修正は、臨在宗には遠く及ばなかった。なお、清資料門下の天道女上が、日葬した道元の詩である。小学の門下からは、六牛図を表した、自徳絵明が出た。佐都明の系統が、 その後の総統集を支えることとなった。河北に強制を張った六門自覚の系統からは、近代になって万象雪秀が出現し、大いに狂気を振るうこととなる。雪秀は、臨戦樹林や節帝福、広氏、矢律素材らの多くの優れた、門弟子を育て、小州の損数を受けた。福広は、元朝において道教教道、同郷の全身郷の同志。 理質根と論争して勝利を収め、すせ少林寺に従して強制を張った。以後、少林寺は河北における総統州の本拠となり、明の後半には総統正宗を名乗ることとなった。元の高峰元妙は、その特色を細密という言葉で表現している。五下の観念の諸言となった、宗門重機論を表した方言文液を祖とする。 五代十国では、五越国王の戦士一族が、英明道戦、天大特将、英明エンジュらの方言衆に属する、ーらを保護したため、江南地方において、その修正が振るった。宋代になると、特将、エンジュの系統は衰退した。代わって、清梁大金や奇襲ギアワラの系統が、その主となった。安史勤門家からは、雲井東祭、 ゲイン踏勝の指定が出て活躍したが、次第に衰退に向かい、ついに、北曹松には、その系統は断絶してしまった。元の高峰玄明は、その修復を、つまびら加盟という言葉で表現している。日本には、公式には13世紀、鎌倉時代に伝えられたとされる。また、日本天台宗の宗祖、最長の死で、大見国分寺の行評は、 中国北州の流れを組んでいる。臨在、総統の禅は、鎌倉仏教として広がった。臨在禅の流れは、中国の南宋に渡った英才が日本に将来したことから始まる。総統禅も道元が中国に渡り、中国で因果を得て、日本に帰国すること始まるが、それ以前に、大日、某農人が、唐の峰で、ダルマ州を開いていたことが知られる。 総統州の懐館、吉助らは元ダルマ州の僧侶であった。鎌倉時代以後、武士や庶民などを中心に日本仏教の一つとして広まり、各地に禅寺、禅修寺院、禅林が建てられるようになったのに加え、五三文学や水墨画のように禅僧による文化芸活動が盛んに行われた。中国から日本に伝わる禅の宗派に十五の流れがあり、 臨在州から独立した大幕州を含めると47流になるとされる。一方で、旧世紀、平安時代前期に皇太后、橘の勝子に招かれて、唐の前奏、岐空が来日し、断臨寺で禅の講義が行われたものの、当時の日本における禅への関心の低さに失望して、数年で唐帰国したとする記録も存在する。日本禅州25流 の臨済義元をとする。日本では中国から臨在禅を伝えた英才に始まり、その後何人かの祖師たちが中国から、それぞれの時代の審議を日本に伝えたため分派は多い。現在の日本の臨在宗は、公安禅と言われ、江戸時代に白衣がまとめたスタイルである。公安とは、裁判の後半記録のことであるが、転じて、前後録として伝えられる祖師たちの対話を言うようになった。 それぞれの判例を数のより二足と数える。その対話を知ることにより悟りを知ろうとする。公案は論理的な思考によって理解することができない内容が多い。臨済集の中では、明神寺派が最大である。江戸時代、修学が発達し、無弱道中、1653年から1744年が現れ、諸本を肯定し、綿密を極めた手法を確立し、 膨大な著述を残した。その著書は、近現代においても研究上の価値を失わない、水準を有しており、永遠版が実用書として出版されている。以下は、総当集の法形の一例である。舎か、中略から、大幹、えの政権元行使、石頭木線、約三意元久も岩はくもりあきら、道山領海久もい東洋、同安同非同安官、資料残縁館。 太陽経元から投げこぎやお不要を同会、丹霞子厚し心哲清史料、道隆氏、雪蝶里史館、天道女女女衛兵道元公務衛城、通る通り義助、経山上金。六祖宗経営能と、道山了解から相当衆とした。日本では中国に渡り印果を得て1226年に帰国した道元から始まる。帰国の翌年には、俯瞰座前義を表し、 ひたすら他座をもっぱらとする修風を鼓舞した。その修行内容は、永平心偽を厳しく守り、一時的な検証に満足してしまうことや、座禅の他に悟りを求めることを良しとせず、主観に座禅を務めることに特色がある。道元は、自分の教えは、正伝の仏法であるとして、党派性を否定し、禅修と呼ばれることも嫌った。初期は、財家の不況にも熱心であったが、 晩年は、出家第一主義の立場を取った、消防現像十二巻本参照。その後、総時時解散計算の時代に、座禅だけではなく、徐々に儀式や密教の考え方も取り入れられ、一般民衆に対し全国的で急速な拡大をした。総統衆の座禅は公安によらず、ただ、ひたすら座る、士官多座ことが、そのまま本来の事故を現じている。 首相富士としているが、公安そのものを否定しているわけではない。また、法刑によっては公安を用いる流れも存在する。9世紀に臨在録に登場する府家にちなみ始まる。府家についての記録はほとんどない。巨宅尺八を吹きながら旅をする、巨無像で有名。日本から中国に渡った法東国史が中国府家州十六代目バルさんに、 弟子入りし、1254年に帰国することで、日本に伝わった。本山は1月時、現在の千葉県松戸市に置かれていた。江戸時代に幕府により組織化されたが、江戸幕府とのつながりが強かったため、明治になって1871年に、明治政府により解体された。宗派としては失われ、臨済宗に編入された。ちなみに1月時は、 現在日蓮はサムネに属する。しかし、尺八や巨宅の師匠としてその質を伝える流れが、現在も伝わっている。1654年、江戸時代に、明から招かれた中国臨在州の因間流起、禅寺により始まる。当初、臨在新州を標榜しようとしたが、幕府の許可が得られず、臨在の死王幕寄運の名を取り臨在州王幕派と称した。 明朝風の禅と念仏が一体化した禅清子根光禅を特徴とし、度胸が楽器を伴う民風の凡売であることで知られる。また、1663年に満腹寺に設けられた階段をはじめ、各地で樹海会,会を開いたことで、江戸時代の戒立復興運動に影響を与えた。江戸時代を通じて一州として見なされることなく、臨在州の一派で終止した。 大幕宗を名乗り、臨在宗から独立を果たしたのは、明治維新後の1876年のことであり、明治以後に禅衆中の一衆となった。中国で成立した禅宗は、本質的に協議を否定する傾向があったが、比叡山延暦寺の影響の大きい、日本の多くの禅の宗派は、協議を展開する。この節では、現代日本における禅宗の姿を長官する。 すべての人が例外なく、自分自身の内面に本来備えている仏性を再発見するために、座禅と呼ぶ禅定の修行を継続する中で、仏教的真理に直に接する体験を経ることを手段とし、その経験に基づいて新たな価値観を開拓することを目指す。そうして得た悟りから連想される知恵を持って、消滅の因縁を明らかにし、ついで因縁を滅ぼして、 苦しみの陸道を下脱して涅槃至り、その後に一切の主情を導くことを目的とする。そのためしかが、修行者に面と向かって、臨機応変に指導する以外には、言葉を使わずに直に本性を指し示す道であると、される。主な修行形態として、座禅を採用するのは、ダルマ大使が座禅の法を伝えたとする以外にも、古来より多くの書物が座禅によって、 悟りを開いてきたからであるるとされる最近は座禅によってセロトニン神経が活性化され鍛えられることや通常とは異なる独特なある母が発生することが精神的安定や心身の健康の一因であるという生理学教授もい。ただし自分も根本的には物素と同一であるという境地に到達したものには一切の行動に ことごとく仏道が含まれているという価値観が生じるため座禅に限らず念仏や度胸も行うようになる。禅宗においてはそもそも禅宗とは何かといったメタな問いかけを嫌う傾向にある。そのような疑問の答えは座禅修行によって得た悟りを通しておののが自覚することが最上であるとされ、もし人からこういうものだと教わりうる性質のものであるならばそれはすでに意識が 自身の内容ではなく、外へ向かっているため、内面の本性に立ち返るという全集の本意に反するとされるからである。もう一つの理由として、概念の固定化や分別を、わがままな解釈に基づく、囚われ、妄想であるとして、避けためであり、座禅修行によって、囚われを離れた自由な境地に達して、後に、そこから、改めて分別することを囚われなき分別として、 奨励するからである。文字や言葉で教えることを避けて、座禅を進める理由として、生存年下歌唱美唱における、微心伝心の故事を深く信奉しているという以外にも、自分の内容が仏であることを忘れて、経典や他人の中に仏を探し回ることが、かえって仏道成就の妨げになるからであると説く。拓安和尚が、例えて言うには、 水のことを説明しても実際には濡れないし、火をうまく説明しても実際には熱くならない。本当の水、本物の火に直に触ってみなければ、はっきりと悟ることができないのと同様。食べ物を説明しても空腹が治らないのと同様で、実際に自身の内なる仏に覚醒する体験の重要を説明し、その体験は言葉や文字を理解することでは得られない次元にあるととき、 その次元には、座禅によって、禅定の境地を高めていくことで、到達できるとする。英才は、公禅語国論で、両画行を引いて、座禅は4種類あると説いている。また、愚符諸行禅から、如来性上禅に至るまでの上達の様子については、鉄岩禅字がな方語に詳しい。方便暴林。日本の禅では、仏祖、禅字の本意ではないものの、 本意を伝える手段となりうるという意味で方便という。またいかにすれば、仏証を発言できるかを模索する、柔軟な心構えを言う。教衆の学、真言衆の三密、立衆の解立の,のようなものである。前衆、特には臨在衆では、肉体と精神とは同一のものと考え、区別をしない。肉体があるから、精神もありうるのであり、精神があるというならば、 そこには発生原因として肉体がなければならない。そのような意味で、肉体がそのまま精神であり、精神は肉体である。もし死体を見て、肉体は滅んだが精神はどこかへ移動して、不滅のまま残っていると考えるならば、これは大乗仏教ではない。霊魂の存在を認めると生と死に関する深い執着が発生するため、仏道成就を阻害するとされる。前宗では、 心というものは国一国と変化しており、これこそ我が心であると言えるような一定の形態を持たないと考える。従ってこの心は実は幻の心である。この点では肉体についても同様のことが言え、肉体だと思っているものは実は物質が縁によって和合して仮に人間の姿が現れたものに過ぎず縁が滅ぶ時には 元通りバラバラになるため全く実体がない。したがって心身は元より一つの幻である。幻だから生きたり死んだりするものではない。生きたり死んだりしないから常住不滅である。もし悟った前奏が心身は一女であり、肉体も精神も不滅であるというならば、これは仏性を直さした奥の深い説法であると言える。無情かつ、諸行無情ぜ消滅法消滅。 滅い弱滅井落。中村元は、日本人の死方法において、民族性から来る死位傾向に応じた日本と中国の仏教の性質の相違について考察し、禅州においても、日本と中国とでは、協議が同一でなく、中国人の死方法が非論て的かつ、過酷残忍であることを反映する形で、中国の禅州も、隠遁的、独善的であるのに対し、 日本人の死位方法が寛容と愛情を強調することを反映する方で、日本の全衆も、融和的、自費的なものへと変化しているのだという。中村は、日本人の死位の特徴に寛容性があるとして、これを反映して、日本の全衆は、融和的、自費的なものへと変化しおり、日本人は国内においてもそれはそれで、有識宗派であるとして、敬意を払いながらも、 ただ自分は別の道を行くというだけであって、キリスト教でいうプロテスタントのように論的に争おうとはしなかった、と主張した。日本の仏教は、諸州派がそれぞれの特徴を保持したまま教まで維持発展しており、全州においてもこれは同様であるが、宗教法人制度が確立される、明治初期頃までは、全州内で、臨在、相当のを超えて、 他派の修行道場で指導者に指示する、偏算という修行習慣が残っていた。一方、後の中国では、禅宗、とりわけ臨在宗を称する者が多数派、内容的には、念仏禅が主流となり、文革の宗教弾圧後の復興を経た、現在の中国大陸においては、新代の史跡を中心とするチベット仏教の寺院が、都心部などで参見される他は、 浄土教的要素が混交した禅宗が一様化して残るのみとなった。結果として、2種類の中国禅や日本禅の古法の一部を継承する台湾や香港、ゴン禅、宋慶衆の韓国を除けば、今日の中国大陸では日本にあるようなセクト主義的な諸州派の伝統はほぼ消失している。前者でもある仏教学者の鈴木大拙によって20世紀に日本からアメリカ、 ヨーロッパへと禅が紹介された。さらには、サンフランシスコ禅センターを改装した鈴木敏孝によるやデシマル大戦によってヨーロッパでの布教により、日本語の発音による禅が世界的に広まり、臨済州、相当州ともにアメリカやヨーロッパに寺院を構えている。カトリックでも、習慣で元々瞑想が存在していたため、一部で取り入れられている。現在、 ベルギーではセクト・カルトに関する報告書政府文書により全がセクト・カルトの一つとして分類されている。1997年にフランス、ドイツ、オーストリアに続きセクト・カルトに対する政策を作るためベルギー大議員の社会正義委員会で審議委員会が設けられた。同意委員会が作成した670ページにわたる 報告書に取り上げられた189の運動の中に全も含まれている。ただし、このリストに載っている事実は、控訴の調査中であったとしても、党委員会が、その運動をカルトとみなしているとは、意味しないとも記されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。